説明しよう。カメラジとは神奈川県横浜市保土ヶ谷区出身、平成元年生まれ33歳のデジタルクリエイター熊澤幸太郎が普段アップしている動画からはみ出し余談を放談する毎週日曜日21時プレミア公開のネットラジオ風音声メディアである。よく言えた。はい、皆さんこんばんは。どうも熊澤でございます。さあ今日もですねカメラジ張り切って喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。1週間早いですね。本日が6月19日日曜日でございますけども、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。本日も、21時からプレミア公開しております。はい、リアルタイムにご覧の皆さん、ぜひコメントで盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、プレミア公開でご覧になってない方もぜひコメント欄にね、何がしか残しておいてください。はい、ということでね、1週間早かったですね。前回のカメラジがようやく自分の中で、これだというオープニングジングルみたいなものもできまして、まあこれだろうと感じがしたんですね。はい。なので今回がナンバー2でございますよ。こっからカメラジのストーリーが出来上がっていくぜと。別にね、これまでもやってきましたけども。はい、まあ日々消化されていくコンテンツではあると思いますが、ながらで聞いていただけると嬉しいと思いますし、まあ、お酒片手に飲んでね、晩酌のお供にしていただいてもいいなと思っておりますけれども、はい、まあ、今週1週間ね、僕ね、S1 触ってました、ずっと。はい。まあ、幸いなことにね、そのポストでやんなきゃいけない仕事っていうのは2件ぐらいあるんですけど、それ以外ね、こう撮影仕事に出るっていう予定がなかったんで、ずっと S1 触ってました。S1 ばっか触ってましたね。で、ここ2日ぐらいすっごい暑いじゃないですか。寝苦しいったらありゃしないですけど、本当に、なんていうんですか。寝汗ってこんなかくかねみたいな。それぐらいこう汗をかきながらね、寝てるんですけども、でも割とこう僕睡眠深い方なんで、寝汗かいたからってこう寝心地が悪くて起きるタイプでもないんですね。で、今ちょっともしかしたらファンノイズが入ってるかもしれないんですけど、一生懸命隣で MacBook Pro がですね、まあ、2012年のレイト2012年の Mac Pro が一生懸命エンコードしてます。はい。で、このエンコードしてる動画っていうのは、昨日出す予定だった動画です。はい。もうすでに公開しているので、もしかしたらご覧になられた方もいると思うので、ちょっとね、長尺コンテンツなんですけど、まあ、ビデオグラファー、あるいは映像制作者が、まあ、今僕が喋っているような、こう、ダイアログ音声をですね、こう、静音する際の、こう、おすすめのダイナミクス系のプラグインっていうね、動画なんです。はい。まあ、ご覧になってない方、もしね、興味あれば、いつか見ていただけると嬉しいんですけど、これね、結構ね、俺らしいんじゃないかなと思ってるんですよね。で、これ、まあ、動画の中でも実はお話ししてるんですけど、VGT でね、照山さんと、酒井さんと、竹内蓮さんと、それから、モーショングラフィックス操ってる方と、あともう一方ね、レンさんのセッション、僕のセッションもね、多分聞いてくれてた方だと思うんですよね。見覚えのあるお顔だったんですけど、一般の来場の方と。6人でですね、椅子を円形にね、配置しまして、レンさんの、その GH6 のファームアップの 2.0 の、こう、プロモーションビデオの制作の裏話とかっていうのをさせていただいている中で、話がね、こうダ・ヴィンチの話になり、でそのダ・ヴィンチの話から、ダ・ヴィンチの音声のやつ、なんていうんだっけ、ファイヤーワークスいやいや花火じゃん、なんかあるんですよね。それが結構優秀だよねっていう話になってて、で僕ダ・ヴィンチで音声扱わないんですよ。ダ・ヴィンチは本当色をいじる時にしか使わないんですよね。で僕は基本的にファイナルカットプロを起点にして、そう、起点にしてるんです。で、基本的なそのカット編集はファイナルカットでやっちゃう。で、色をいじるときはファイナルカットの XML ファイルを書き出してダヴィンチにインポートして、各クリップをいわゆるコレクションだったりグレーディングっていうのをして、もう一回ファイナルカットの XML を書き出してファイナルカットに戻して、でテロップ入れたりとかグレイン加えたりとかをしてでそのファイナルカットのファイルをプロジェクトをコンプレッサーに移動して、でコンプレッサーでエンコードするっていうワークフローなんですよ。そうで、そんなお話をしたりとかで、さらにファイナルカットを起点にして音声を扱う時、ファイナルカットの音声ってちょっと癖あるんですよ。うん、でまあ僕は元来一応ミュージシャンというかね、シンガーソングライターで DTM する人間なので、まあちょっと物足んないんですよ。でファイナルカットで例えばこう何がしかのこうドキュメンタリーとか撮ってね、環境音だったりとか、SE だったりとかインタビューの音声とかっていうのがもうごっちゃになってる状態のものを、まあ、僕はねオーディオレーンを作らずにとりあえずバーッとカット編集してこれだなと思ってできたなと思ったら、またファイナルカットの XML ファイルを書き出してそれをロジックで開くんですよ。そうすると音声が全部インポートされるんで、そこで、各トラックに、全く同じ時に撮った音声とか、要はその各トラックで、個別にマルチに扱いたいものをそれぞれのトラックに配置していわゆる静音 MA っていうのをするんですよね。で全てがファイナルカットを起点にしているよねっていう話をしたりしたんですよ。でその流れの中で多分照山さんきっかけだったと思うんですけど、ボーカルライダーっていうウェーブスが出しているプラグインの話になったんですよ。でボーカルライダーって、まあ、僕らいわゆるその音声ミキサーというか、まあ、いわゆる楽曲でミックスを扱っていたりとかする人間からすると結構鉄板プラグインなんですけど、いわゆるその映像音声を扱う方々の中で、まあ、かなりそのいわゆるそのMA ミキサーの方々であれば常用しているプラグインかもわかんないんですけど、割とこうワンオペで自分で映像を撮って編集をして音声もちょっと整えたいっていう人間たち、あるいはVlogger たちの間でも一躍有名なプラグインになったと思うんですよ。でそれが多分ドリキンさんきっかけだと思うんですよね。で僕がドリキンさんの口からボーカルライダーの話を聞いたのは多分瀬戸さんとのシネマティック対談だと思うんですけど、まあその中でボーカルライダーと NS1 っていうプラグインについて触れてたんですよ。で NS1 は僕も持ってるんですけど、まあノイズリダクションのプラグインですね。うん、ちょっとこうエキスパンダーっぽい動作をするプラグインなんですよね。うん、でボーカルライダーっていうのは、まあ、自動レベラーみたいなもので本来テコンプっていう、録音ミキサーの人の技術があるんですよ。卓いわゆる PA 卓、あるいはそのレコーディングのミックス卓っていうものには100ミリのこう縦にスライドするフェーダーっていうのが存在するんですね。それによって最終そのプリアンプを通ってミキサーのプリアンプを通って取り込まれた音を最終的にスピーカーからどれくらいの音量で流しますかっていうのをいじれるボリュームフェーダーっていうのがあるんですよ。ボリュームノブ、まあ、それをフェーダーっていうんですけど、録音中に、録音最中です。録音最中に、例えばですね、じゃあボーカルさんがいますと。で、まあ、A メロから、いわゆる J-POP 歌物を歌ってるとして、A メロがあって、B メロがあって、サビがあってみたいな、基本的なこう、流れってありますよね。でその中で、基本的にはマイクから、ケーブル引っ張って、プリアンプに入ってきます。マイクプリアンプに入ってくる。まあ有名なところで言うと2部の1073とかね、そういうのがあるんですけど、で1073に入った後に取り込む量をプリアンプで増幅するっていう考え方です。これはねカメラでいうとこの ISO と一緒です。うん、で、その後に大体掛け取りコンプとかに入ってくるわけです。ウーレイの1176とかね、うんまあ、そういうのに入ってきてある程度ちょっと、大きい音は叩いて潰すみたいなことをするんですよ。でその音声が、ミキサー卓に入ってきてでそのミキサー卓のプリアンプはまあ持ち上げない、まあ回路は通るが持ち上げないみたいなで、各トラックに立ち上がってるわけなんですけど、その取り込み時のレベルっていうのを例えば、そうですね、特に、ボーカルでサビっていうのがあるじゃないですか。サビっていうのは結構こうメインに曲の顔になるところなので、結構その音域も高くなってくるし、声も結構その張り上げ気味というかね、強めに出てくるところなんですよ。うん、でじゃあ A メロとかっていうのはまあ初めからこうバコーンって出してくる歌もあったりしますけど、 A メロとか B メロっていうのはサビへのこう助走なので、割とこう音域も低めだし、ことによってはウィスパーボイスって言ってこうささやき声で歌ったりとか声量控えめで歌ったりすることがあるんですよね。なので歌全体で見るとすっごいダイナミクスの激しい楽器なんですよ、ボーカルって。肉声って。そう例えば広瀬香美のロマンスの神様とかって最初から絶好調なんですよ。サビとか幸せの予感つっても結構高いところでずっと推移してるんですけど、サビの中でも結構ダイナミクスが激しい曲っていっぱいあるんですよね。こう割とこう予定調和でこう割とこう平均的な音域から急にこうパーンと跳ね上がるみたいな、そこで張ってくみたいな、そういうことするとダイナミックレンジがすごく広くなっちゃう。そう今パッと出てきたのがミスチルの「イノセントワールド」とか「いつの日もこの胸に流れてるメロディー」ってこう軽やかに緩やかに心を伝うよみたいな、こう音域が上がってこう子音が立ってたりするとバーンって出てくるんですよね。だからそのレンジが広すぎると後でコンプレッサーかけた時とかに叩ききれないとか小さい音を持ち上げきれないってなって、すごくダイナミックが不安定になることがあるんですよね。それはそれで一つのうまみなんですけど、まあ、ある程度はレンジ狭めたいじゃんっていうことで、今これ手コンプの説明してますからね。で、そのフェーダーで例えばそのプリプロの段階で一回こう仮歌を取ったりするんですけど、ここのサビのここの駆け上がりのところでガツンとボリュームくるから、さっきで言うと「いつの日もこの胸に流れてる」のところだけちょっとだけフェーダーを下げてあげるみたいな、流れてるメロディーみたいな、軽やかに緩やかに心を伝ってたのとこも、本来だとこんぐらいでボリュームが入ってきちゃうんだけど、手コンプすることで軽やかに緩やかに心を伝うよみたいな感じで、ちょっとボリュームを録音時点で少しこうフェーダーを下げてあげることでダイナミクスを少し縮めてあげるっていうのを手コンプっていう技術なんですよ。そうでそれを再現してくれるのがボーカルライダーっていうプラグインなんですよね。すげえ説明長かったけど、そうそれでそのボーカルライダーってすっげえ便利なんで、こうミックスの現場でも結構使うんですね。うん、で特に僕の場合ってなんていうのかな、歌の技術が未熟なシンガーとかの楽曲も結構扱うんですよ。うん、やっぱそのセミプロぐらいのレベルの子たちと一緒に仕事することが多いので、ダイナミックスが安定してないボーカルさんとか結構いるんですよね。うん、そうなってくるとやっぱコンプだけじゃ処理しきれないんですよ。っていうことで手コンプ書きたいよねっていうことで、本来だったらこうオートメーションでペンシルツールとか使って書くところをボーカルライダーに担ってもらおうっていうことをするんですけど、でもねボーカルライダーはコンプじゃないんでナチュラルにかかってくれるんですけど、激しい音量変化を全部なんていうのか取りこぼさないようにしようとすると不自然なんですよ。そう多分それをね照山さんは難しいっておっしゃってたんじゃないかなって思うんです。そのボーカルライダーの。ただこうある程度今日僕みたいにね割とこうずーっとなんとなくダイナミックレンジが変わらないぐらいで喋ってるとそんなに必要ないんですよ。あるいはちょっとかけるだけでもうちょっとレンジが安定する、ダイナミクスが安定して、まあ、聞きやすくなってくるっていうねなもんなんですよ。だけど必ずしもこうインタビューしてたりとかするとレンジが安定してるとは限らないんですよね。うん、僕今このマイクの目の前に喋ってますからいいんですけど、マイクとガンマイクとの距離があったりすると、まあ、もちろんねすごいショットガン指向なんでピンポイントに取れたりはするけれども、そのマイクのこと意識して喋ってないですよ。インタビューさんってインタビュアーとの対話の中で音声を取ってるっていう構図になるんで、インタビュアーさんに声が届いてりゃ OK っていうパターンあるじゃないですか。だからインタビュアーさんとの距離が結構近くなってたりすると、距離が近いとね、あ、そうなんですよみたいな、だからルミックスみたいな感じで喋ってるんだけど、ある時にねすごくこう何かこう話をしていてテンションが上がって「そうなんですよ」みたいな。でこうちょっとガッとボリュームが出てしまう時ってあるじゃないですか。でそれをこう一緒くたにねまとめて編集しなければならない時って、そういうこうレベラーみたいなのって結構重宝するんですけど、コンプだと大きいところを叩くっていう習性があるので取りこぼしも出てくる。でじゃあコンプの重ね掛けかっていうとどんどん不自然になっていく。うん、である程度はこう自然さは残したいとかね、でも聞きやすくはしたいっていうことで、重宝されるんですけど、あんまりこうボリュームにメリハリがありすぎる元のソースの音声だとボーカルライダーってちょっと使いづらいんですよ。でその現場で VGT の現場でその話になった時に MV2 いいですよって僕照山さんにおすすめしたんですよ。ウェーブスの MV2 っていうプラグインはマジで便利ですよ。で酒井さんも音に関してはすごく明るい方なんで、あれは便利ですよっていうねことをおっしゃってくれて、でも僕動画で喋ったことなかったんでこれはコンテンツにしようと思いまして、なんだかんだ何分喋って40分ぐらい喋ってましたねずっとね長尺コンテンツになっちゃいました今回喋って、うん、でボーカルライダーの使い方、それから、MV2 の使い方、そしてもう一個ねマックスボリュームっていう意外とフィーチャーされてないんですけどいいプラグインがあるんですよ。この MV2 っていうプラグインのお兄ちゃんみたいなプラグインがあって、でそれを3つ紹介して使い方も踏まえた上で最後動画の締めでは僕のこうなんとなくおすすめのチェインプラグインのチェインですねを、まあ、ちょっと紹介して喋ってみたっていうそういう動画になってるんです。はいいいんですよ本当に MV2 はマジで簡単で、ボーカルライダーって結構勘違いされやすくていっちゃん最初元素材に対して使うっていうのもありなんですけど、一番最後最終段で使う方がいい結果が得やすいんですよねボーカルライダーって。うんだから Vlog とかやっててVlog だったり、まあいわゆる YouTuber 的なそのマイクをきちんと準備して喋ってらっしゃる方々、まあ音声収録環境がある程度担保されてる方々っていうのはまあノイズも乗りづらい状況で撮ってると思うんで、ある程度ちっちゃい音持ち上げてもまあリダクションでどうにかなるレベルのノイズだと思うんですよ。うんで MV2 と MAX ボリュームってコンプレッサーはコンプレッサーなんです。だけど通常動作する、アタックタイムがあってリリースタイムがあってスレッショルドがあって2があってメイクアップゲインがあってっていうようなコンプではなくて結構割と簡単に使えるコンプなんですね。ローレベルコンプレッサーとハイレベルコンプレッサー、まあマキシマイザーみたいなものが合体してるのが MV2 でマックスボリュームっていうのはその MV2 にさらに、ノイズゲート、それから自動レベラー、そして、各、ハイレベルコンプとローレベルコンプにスレッショルドとゲインがついてるっていうもうちょっと突っ込んで音声を扱えるっていうプラグインなんです。そう。なので結構おすすめなんですよね。で、コンプ感が、まあ、出そうと思ったら出せるし、少なくすることもできる。で、ハイレベルコンプの方はちょっとマキシマイザーっぽい動作。あるいは、まあ、動画の中でも喋ってますけど、RBOX っていう Waves のプラグインがあって、ワンノブコンプレッサーがあるんですよ。特にその、音声に特化したものなんですけど、あるノブをグリ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 下げていく、まあ、スレッショルドノブがあるんですけど、そのスレッショノブをぐん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 下げていけば、リダクションメーターがどん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 触れてくるんですね。で、リダクション量だけ決めて、で、オートメイクアップゲインなんで、下げた分だけ勝手に持ち上げてくれるんですよ。めっちゃ楽なの。チートプラグイン。で、レンジも安定するし、で、音声に特化してるので、すごくいいんですよね。うん。それを使うって手もあるんですけど、だからこう、僕の場合はちょっといろいろね、倍音乗っけたりだとか、癖のあるコンプをちょっとずつ多段使いすることで、音にこう、色をつけていくっていうことをするんですけど、いわゆるその歌ってみたとかね、あるいはこう Vlog みたいなことだったりとかで、とにかくこう一つワンランク上の安定した音声を聞かせたいって方々に向けては MV2、MAX ボリューム、ボーカルライダー、RBOX、 この4つはねすごく優秀なプラグインなんですよね。うん、で今回は RBOX は一旦除いといて、まあ、その辺のプラグインを組み合わせることで、安定したダイナミックスを得て、割とこう安定してしっかりと聞かせることのできるダイアログ作れるよみたいな、まあ、そういう内容の動画でした。マニアックだとは思うんですけど、やっぱ映像音声って、まあ、もちろんねその映画とかで劇版とか扱うとかのマルチオーディオは結構大変じゃないですか。ダイナミックレンジがむしろあった方がいいジャンルですよね、劇版とかって。なんだけどいわゆるその YouTuber みたいなことだったり、まあ、僕とか照山さんみたいにこういうその、音声メディアを発信してる人、それから YouTube 動画でハウツーとか機材レビューとかされてる方々で、結構そのギュインさんとかアンソニーさんみたいに昔っからね音声と映像と両方こだわってらっしゃる方々のこう系譜がねあって、でしっかり音声にこだわる、それからこう室内照明にこだわる、絵作りにこだわる、いろんなところにこうこだわりを持ってらっしゃる方って、こう目の前にダイナミックマイク置いてみたりとか、そのポッドキャストマイク置いてみたりとか、コンデンサーマイクなりショットガンマイク置くなりして、可能な限りこう音声をしっかり聞かせようっていう取り組みもされてるじゃないですか。でそこまで行くんだったら、それこそまあコンプ使ったり EQ 使ったりディエッサー使ったり、まあディエッサーっていうのはコンプレッサーの一種なんですけど、シッとかサッとかっていうね視察音っていうのを結構トゲトゲしいので、それをこうまろやかにするプラグインなんですけど、そういうコンプレッサー、それに特化したコンプレッサーなんですけど、そういうのを使って視察音を削ったり、コンプレッサーを使ってダイナミクスを安定させたり、 EQ を使ってなんかモコモコポコポコしてるところを削ってあげて、よりこうハイファイにすっきりと聞かせるみたいなことだったりとか、そういう取り組みをすることで、やっぱ音声重要じゃないですか。映像って、映像めっちゃ綺麗でもなんか音声がガビガビのなんかギジギジのジャギジャギの音声だと嫌じゃないですか。なので、そういうところも加味した上で、やっぱ映像音声大事だよね、ダイアログ大事だよねっていうところがあるんで、まあそれはこう僕にとっては強みかな。僕のやっぱ音楽扱ってきて、一応音声のミキサーとしていろんな楽曲ミックスしてきましたから、劇版のマルチオーディオやってって言われたらすごい大変だと思うんですけど、ダイアログに関してだけ言えば、まあそこそこなレベル、平均点は叩き出せるかなくらいの感じでは思ってるんでね、まあ熊沢らしいコンテンツっちゃ熊沢らしいコンテンツな気はしてます。うん。では僕の場合はその日々の動画も一応今ラベリアを使ってね、コミカのラベリアマイク、キャノン接続のラベリアマイクを使ってロジックで収録して、でそれを今のねチェインはねシェプスの73っていうプリアンプのモデリングプラグインがあって、これウェーブスです。でこれを通してゲインステージングして、でその後に CLA76 っていう、これもウェーブスのコンプレッサーですね。はい。で、ピークをマイナス3デシぐらいリダクション叩いて、で、これも Waves のプラグインなんですけど、シビランスっていう、すごく簡単に使えるディエッサーを挿して、で、これも Waves です。F6 っていうね、ダイナミック EQ っていうのがあって、それで、ハイパスフィルターで、ローエンド 100Hz ぐらいまで切って、だいたい中域帯にあるちょっと煩わしいところっていうのをコンプで叩いて、で、削って、押して、で、CLA3A っていうコンプを通して、これをマイナス3デシぐらいリダクションするようにして、プイグチャイルド660っていう、真空管のコンプレッサーのモデリングを通して、音をちょっとぶっとくしながらまろやかにするみたいな。しつつ、ちょっとコンプするっていう。ちょっとこれはね、リリースタイム長めでコンプするっていうことをして、最終的に、ゲインのトリムのプラグインを入れた後に、Waves の L2 っていう、アナログリミッターのモデリングですね。うん。もともと Waves がハードで出してた、あの L2 っていう、こう、一応ウルトラマキシマイザーなんですけど、まあ、アナログリミッターですね。を挿して、スレショいじらず、マイナ1デシに設定してアウトシーリングを。で、ゲイントリムで、まあ、マイナ1デシに引っかかるか引っかかんないかぐらいまでぶっ込むっていう使い方をして音声を出してます。そう、日々のやつは。だからちょっと多少環境の音声とかも入ったりはするんですけど、まあそういう感じで実は音を作ってて、実はその中でMV2 とか MAX ボリュームとかボーカルライダーとか RBOX って使ってないんですよね。うん。それは僕は勝手にこだわりたいと思ってるからなんですけど、まあまあそこまでやる必要ないんですよ。うん。これは僕がこだわりたいと思ってやってるからやってるだけであって、こう普通に YouTuber の方とか Vlogger の方とか、音声メディアを発信してる方々なんかは、あるいはその仕事でインタビューとかの音声を扱う方々で、それも全部そのワンオペでポストも全部、ポスト処理も全部自分でやるっていう方々に関しては MV2 と、ボーカルライダーの組み合わせであったり、MAX ボリューム単体での、レベル管理というかね、ダイナミックスの管理っていうのは結構有用なプラグインなんじゃないかなと思ってるので、まあ今回ご紹介したっていう話でしたね。いや、ちょっとね、まあ話長いタイプなんで、しかもノーカットだから、手っ取り早く知りたいっていう方々はちょっと不向きなコンテンツを日々出してるわけなんですけど、ながらで聞いて、ながらで聞いておられる方々であったり、実際にご自身の環境で、プラグインを触りながらやられる方々にとっては、まあ、結構分かりやすいんじゃないかなとは思ってます。分かりやすく説明したつもりではいるので、全然わかんねえよって方はコメントくださいちょっとオタッキーっちゃオタッキーなのでね。はい。で、まあちょっと S1 の話しますかね。 S1 を今お借りしてるんですよ。はい。まあ、動画でも喋りましたけど、お借りしてるのはね S1、 それから S24-105mmF4 マクロ OIS で S プロ 70mm200mmF2.8 OIS かな、うん、をお借りしてます。パナソニックさんからご好意に甘えまして。そうでね、使ってて、要はその写真っていうテーマでお借りしてるんです。僕は個人的に映像はやっぱり僕は S1Hをメインに GH6 もそこに添えて撮ってるんですけど、今写真キャノンですね。うん。5D Mark III を使ってる。その中で、まあ、マウント統一できたらミニマルだなっていうところが1個。それから S1H でもフォーカスリング制御が使いたいっていうのが1個。だったんですよ。だったの。それがあるから、まあ、一旦、買うだけのお金があるかとかないかとか、そういうとこは置いといて一旦試してみたいと思ってたんです。で、まあ、ちょっと仕事が今んとこちょっとそのないので、とりあえずもうプラーっと普段僕が取り歩くようなスナップであったりとか、まあ、猫ちゃん撮ったりとかっていうのをね、したんですけど、何不自由ないですね。操作性に関してはやっぱ S1H を使ってるから、GH もそうですけど、何の問題もない。で、ミラーレスの旨味とかもいっぱいあるわけじゃないですか。それこそサイレントモードが使えるとかね。他には何だろうな。ミラーショックがないとか。ミラーショック俺欲しいんですけどね。いろいろあるんですよ。で、ルミックスを使うメリットもいっぱいあるんですよね。で、その中で、もちろんライブ現場に投入してないんで、まだ何とも言えないんですけど、今のところの個人的な体感としては、おそらくライブ現場に持ち込んだ場合、キヤノンの僕は今一眼レフ EOS 5D Mark III を使って、写真業務はやってるんですけど、多分ぶどまりは 2,3 割は下がる印象です。印象。例えばそのレリーズ優先に設定してコンティニュアスにして人物とかにして、人物あるいは動物っていうところで猫ちゃんとか撮ってると、いわゆるそのキヤノンの一眼レフっていうのは位操作センサーですよね。即興の速さによってぶどまりが下がるっていう感じです。取れないわけじゃないです。もちろんきちんとピントは取れるんだけれども、ぶどまりは下がる。だから、スナップ用途とか、僕の場合潜在写真、アーシャを撮るとか、最近だとよくあるのが BTS スナップ、BTS 写真を撮るみたいなことであれば、そんなに別にどっちでもいいんじゃねって感じなんですけど、ライブ写真になると多分ぶどまり下がりますね。今までキヤノンの場合1000ショット撮ったら、800ショットは使えるショットって感じなんですよ。でその200ショットの中にはピントが追っつかなかったもの、撮れなかったもの、それから、演者さん都合というか、半目になっちゃった、オブスに撮れちゃったとかっていうのを弾いていくと、大体、9割から8割。ちょっと少ないと7割くらいのぶどまりで、1000ショット取ったら多くて900ショット、少なくて700ショットは使えるものが残るっていう感じなんですよ。体感っていうか今までの実績というか、その今までやってきた仕事の中でなんとなくやっぱ、8割くらいはきっちりアベレージ叩ける。それは僕の多少腕もあるかもしれないし、カメラの性能というかね、っていうのもあるかもしれないし、ライブ現場の条件とかもいろいろこう組み合わさった上でそれは出てきてると思うんですけど、フレーミングの技術とかもありますからね、やっぱね。っていう感じなんですよ。で多分ルミックスのS1 とかをそれこそ70200とかつけて、AFC で人物認識とかで動く被写体、例えばシンガーとかってボーカル、それこそバンドボーカルとかって結構ステージを縦横無尽に動き回るので、それをこう追いながら顔が前後したりとかね、体が前後したりとか、そういうのを追いながら時に逆光の状況があったりとかする中で、即興の速度で言ったらやっぱそれは位操作に分があるから、レリーズ優先にすると多分ピントが追っついてない写真がめっちゃ量産されると思うんですよ。例えば連写とかにするとね、ピントはきっちり取れるから、ピント優先にして取れば今度はショット数が減るんですよ。ぶどまりを上げようと、角度を上げようと思ったらピントがあってからレリーズが切れるっていう使い方をするべきなのね。だけどライブって特に生ものなんで、一点ものなんで、完全なるメイク撮影なんで、この瞬間を切り取りたいと思った時にレリーズが切れないストレスって半端ないですよね。だからレリーズ優先にするじゃないですか。そうするとピントが追っついてないっていうケースあると思うんですよ。で必然的に角度は下がるんですね。角度っていうのはアングルではなくて確率です。そうなってくると、これまず試してないからね、ライブ現場で試してないんで、あくまで猫ちゃんとかを撮っててなんとなくそう感じてるっていう話なんですけど、そうなってくると結構、僕にとってはデメリット、現場に持ち込むんだったらデメリットなんですよ。今スナップ用途で使ってたり、割とじっくり使ってるから、コントラスト方式のうまみとかもすごく感じてるのね。エッジをしっかり掴む能力はやっぱコントラストの方が強い、分があると感じたし、こんなディテールってはっきり出てくるっけみたいな。で、僕の場合はね、その割と一眼でなんだっけ、位操作のみなわけですよ。一眼レフのカメラに詳しい方であれば分かると思うんですけど、位操作オンリーじゃないですか。だから位操作の即興の速さは半端ないわけですね。でも多分最後のピントの追い込みは多分コントラストの方が強いんですよ。分があると思うんですよ。だから結構こう両極端なカメラの比較をしてるんですよね今。僕はやっぱ何周回ってもなくならない限りは一眼レフ使いたいんですよ、写真撮るとき。光学ファインダーは本当に好き。それからシューティング感、これはねあくまで好きの問題なんで、ミラーレス便利っすよ。便利なんだけど、好きか嫌いかで言うと、光学ファインダーとミラーショックというか、そのシューティング感、撮ってる感っていうのは僕はね一眼レフに軍配が上がるんですね。で、そんな一眼レフに軍配が上がる僕がルミックスのカメラで写真撮りたいなって思えるのはファインダーの美しさなんですよ。S1H 使った時にもそう思ったんですけど、576万ドットのリアルビューファインダー、マジで EVF って言ってないところが、ミソだと思うんですけど、これリアルビューファインダー LVF じゃないですか。マジでリアルな感じがしてるんですよ。で中の動きもね120コマで動かせるでしょ。で、視野率も変えられるというか、3段階変えられるのかな、変えられるし、で光学ファインダーじゃないのにこうピントを合わせていく時の被写界の動きとかが美しいんですよね。で光学ファインダーに迫るもんではないというか、その光学ファインダーではないから全く一緒ではないんだけど、光学ファインダー使ってるような感覚の明るさがあったりとか、被写界があったりとかしてくれるんですよ。すんごいメリット、僕にとって、光学ファインダー好きにとっては。で、こういう写真体験ってあるんだなっていう感じがしたのね。だからで、あとねプラスね、テザー撮影ができない。ルミックステザーはあるんだけど、結局やっぱこうテザー撮影するときにやっぱキャプチャー1に僕は流し込みたいんですよ。ガンガンキャプチャー1に。でキャプチャー1に流し込んで撮るじゃないですか。であるカットを選んで、ちょっと例えば露出を補正したり、露出補正はカメラでするんですけど、ちょっとコントラストつけた絵にして、で撮影続けるとその設定がその後のショットに全部反映されるんですよ。クライアントとこういうショット撮ってるよっていうのを共有しながら、テイク撮りとかするとねいいんですよ、やっぱそのテザー撮影って。でルミックステザーっていうアプリは悪いもんではないですよ。全然十分な機能があるんですけど、やっぱそのフォトスタイルベースでしかできないですよね。でフォトスタイル自体が優秀なんで、それはそれで十分なんですけど、で僕の場合はテザー撮影をする機会がえらく少ないんですよ。だから逆にいつものワークフローでやりたいんですよ。テザー撮影がめっちゃ多い人であれば、ルミックステザーとの付き合い方を、体系化してしまえばいいと思うんですけど、テザー撮影の機会が少ないからこそ、その体系化に時間がかかるでしょ。そういうことも考えると、自分の中で業務機はやっぱ今まで通りキャノンなんじゃないかなっていう結論が今のところの結論です。うん。じゃあルミックスで写真を撮らないかっつったら、ルミックスの写真はマジでいいです。うん。で、僕の中での位置づけは、自分がわがままに撮っていい写真のために持つカメラ。一枚一枚じっくり撮っていいカメラ。というか、一枚一枚じっくり被写体と向き合うカメラなんじゃないかなっていう位置づけです。うん。ファインダーの美しさ。それから、ローデータの素養の良さ。発色の良さ。空気感。立体感。そして、何より僕モノクロ写真がものすごく好きなので、モノクロの作りやすさ、やっぱそのカラーセンサーなんで、JPEG で撮るなら、まあ、モノクロームあるいは L モノクロームであったりとかを選択して撮る、あるいは、RAW であれば、ソフトの中で色情報を破棄することでモノクロ写真を作っていくわけなんですよね。うん。まあ、モノクロセンサーだったらいいんですけど、そういうわけにはいかないので、でその時に、まあ、ルミックスって色いいよねって結構言われるじゃないですか。で、僕もそう思ってます。うん。発色がナチュラル。なんか変にデフォルメしてないというか。うん。っていうところが結構評価されてるポイントの一つだと思うんですけど、色がいいということは、光がいいってことなんですよ。光の捕まえ方が上手ってことだと思うんですよ。やっぱり何周回ってもカメラは光を記録するための箱なんで、そうそう、光をレンズ経由で光を通してセンサーあるいはフィルムに照射して、フィルムの場合であれば感光させて焼き付ける、デジタルの場合はそれがセンサーに照射されて、それが RGB として認識されていくわけですけども、やっぱ光なんですよね。で、その光の捕まえ方が上手だから、まあ、もちろんその AD する時のサイエンス自体がすごくその色にこだわってる部分だと思うんですけど、そことしっかり向き合ってるからこそ発色がいいわけであって、その前にある光を捕まえるっていうところがすごく上手だから、モノクロって色ないじゃないですか。色がないっていう風に言うと変なんですけど、多色じゃないですよね。単色なんですよ。だから分かりやすく光と影、明部と暗部っていうところの描き分けじゃないですか。だから光を上手に捕まえられないと、やっぱモノクロ写真ってむずいと思うんですよ。で、多分モノクロ最高峰ってそれこそライカの M10 モノクロームとか Q2 モノクロームとか、モノクロセンサーを搭載したカメラ、デジタルカメラであったり、あるいはそのモノクロフィルムですよね。だと思うんですよ。で、キヤノンで僕モノクロ写真扱うことあるんです。うん。ライブの写真の中にワンアクセントとして同じようなカットを撮ったら、1個はモノクロにしておくとかね、するんですけど、キヤノンってレンジ狭いんですよ。よくポジフィルムっぽいって言われたりするんですけど、レンジが狭い。コントラストが高め。それがある意味で仕事上は使いやすいんですよね。うん。僕の中では。僕が写真ってこんな感じじゃねって思う絵を、まあ、パキッとこうローで出してくれるっていう感じがあるので、特に 5D Mark III は肌に合ってる。あと、先輩で使ってる方がいて、1DX Mark II とかね、はすごくこれだ感がすごく強い、センサーを持ってる感じがするんですけど、でクライアントも納得させやすいんですよ。なんか分かりやすく写真だねっていうコントラストを持ってたりするのね。なんだけどモノクロって割とこうアンダー目ローキーな感じにするとこう渋くてかっこいいじゃないですか。そうするとね、シャドウが重いんですよ、キヤノンって。そうだからシャドウの階調を見せようと思うと、例えばそのブラックポイントを持ち上げるとかして階調を見せていこうとするわけなんですけど、そうするとね、シャドウのノイズが目立ってくるんですよ。うん。これ ISO100 とかでもノイズはやっぱ乗ってるから、割とこうコントラストの高いモノクロは得意なんですけど、キヤノンはそのローの素養で考えた時に、ローが持ってる能力を見た時にあんまりこう柔らかいモノクロには向いてない。でルミックスは柔らかいモノクロ得意だし、ハードめなモノクロも作れるんですよ。要はそのあんまりコントラストの高い元の絵じゃないからこそ、シャドウの階調がある程度見えてる状態でと捉えてるんですよね。もちろんそのすごいコントラストの高いところ、高いシチュエーションだったらもちろんシャドウはね割とこう沈んでくるんだけど、別に後で潰しに行くとかっていうのは別にしたりしてもいいし、まあフォトスタイルの段階でしてもいいしね、 JPEG の人は。だから僕の中でそもそもスナップしたり猫ちゃんを撮るっていう、その自分の中でこう作家活動と言えるところっていうのはモノクロを扱うのでアドバンテージめっちゃあるんですよ。だから超贅沢なんですけど、プライベート機、写真撮影とか、写真と向き合う、そしてわがままに自分が撮りたいものを撮るという写真体験においては圧倒的にルミックスカメラに分があるって感じました。写真を撮る喜びが感じられる。ファインダーの中もそうだし、出てくる絵もそうだし、うん。特に S1 っていうカメラは、まあフラッグシップだと思うんですよ、僕は。S5 がある以上。その合成作り自体もすごくこうかっちり作ってあるし、まあ写真撮ろうと思ったらさ、使うもんってそんな多くないじゃないですか。うん。使うもんそんな多くないと思うんですよね。で、僕はファインダーを除くから。ライブビューもまあ、結果ライブビューなんですけど、液晶でのライブビューってあんましないんでね。だから使うもん少ないですよね。で、その機能さえしっかりしていればいいんじゃないかなって思うから、なんかルミックスのカメラは多分俺、もう、ライカなんだと思う。やっぱりライカは僕やっぱ憧れありますよ。それこそさっき出したような Q2 モノクロームとかね、Q2 モノクロームはレンズ一体型のデジタルカメラなんですけど、でそれこそ最近 M11 出ましたけど M10 のモノクロームとか、あれ5000万画素クラスのモノクロセンサーなんですよね。憧れがすごく強いです。レンズ交換式のカメラなんですけど、すごく憧れます。でもやっぱレンズ1本100万ボディ1個100万みたいな世界なんで、やっぱりそんなもう無理ですよ。でまあそれで言うと今すぐカメラを新品で買おうっていうこと自体がやっぱ僕は難しいんですけど、手に届くライカなんじゃないかなって。もうロマンを写真撮影という写真体験、撮影体験っていうところに対して払うロマンなんじゃないかなって感じました。ルミックス×写真っていうところにおいては S5 とか使われる方もそうだと思うんですけど、で出てくる絵はリッチだし、まあそれこそいかようにでもいじれますよぐらいのデータ量あるし、情報量っていうか、うん、で僕は一旦現時点での最終回答としてカメラ字に残しておこうかなっていう。で昨今のカメラってそもそも写真カメラに動画機能が乗っかって、動画機能がどんどん優秀になっていて、各社結構その尖ったカメラを出しまくってるじゃないですか。なんでカメラ選びすっげえ大変な時代に突入してるなって感じますね。うん。すごく感じます。なんかとりあえずこれ買っときゃ間違いないぜっていうカメラがない。なくないですか？うん。それこそキヤノンの R6 と R5。これ R62000 万画素なんですよ。で R5 が、まあ、5000万画素ぐらいある。4000何ぼかな、4500万画素ぐらいかな。すげえ中途半端だと思うんですよ、僕。5D の時代に遡ると、5D Mark III、2230万画素。5D Mark IV で3240万画素かな。で、5D SR が5040万画素なんですよ。そっから、なんかちょっとこう、感度のことを考えたからなのか、ちょっと下がったんですね、画素数が。で、今だと、R3 が出て、R7 と R10 の発表があったでしょ。で、EOS M の立場よ、みたいな。APS-C 出ちゃったし、RF マウントで。っていう感じになってるし、まあ、ニコンも今 Z9 が結構こう、動画やばいね、みたいな感じになってますけど、まあ、Z7 があったり、6があったりしてますけどね。まあ、使い分けもちょっと曖昧になってるし、まあ、ソニーもちょっとこう、出し方が、なんか、よくわかんないし、先にだって、ハイレゾ機の4が出ちゃうっていうね。こう横並びじゃないじゃないですか。ね、A7-3 が出て、A7S3 が出て、A7R3 が出て、でようやく次4じゃないですか、本当、うん、なんとなく考えたら。でも、α7R4 先出ちゃうんですもん。で、α7S3 が出て、α7-4 が出るんですよ。よくわかんないじゃないですか。そうそう。だからなんかそのカメラ、昔だったらよ。それこそじゃあ一眼レフ時代の頃って、まあ、ニコン、キャノニコ論争なんてのありましたけど、ニコン、キャノンっつったら、まあフラッグシップ機として、あれ、D5 と6とか、D1 番台と、キャノンだと 1D っていうのがあったわけですよ。フラッグシップ。縦繰り一体型のフラッグシップがあって、その下に、キヤノンの場合は 5D でフルサイズで、6D で APS-C のハイヤマ向けの 7D があって、でその下に、10番台ね、 90D とか 80D とかで、途中から出てきた1000番台 8000D とかで、その下にキスがあったんですよ。でニコンだと、まあ、850とかそういうのがあって D850 とかちょっとずつこう下に行くわけですけども、D7500 とかね。だから分かりやすかったんですよ、もっと。ランク付けが。だけど今なんか、そんなに、どれがフラッグシップは、割とこうなんか、どうせ縦繰り一体型なんじゃないのみたいな先入観あると思うんですけど、なんか分かんなくないですか？ルミックスに関しては動画フラッグシップとかって言って S1H があったりとか、まあ、GH6 があったりとかして、まあ、多分そのマイクロフォーサーズで写真フラッグシップって言ったら G9 プロだと思うんですよ。で、多分写真、S シリーズの写真フラッグシップって言ったら S1 だと思うんですよ。で、その高画素機が S1R だと思うんですよ。で、まあ S5 っていうのはすごくこう、なんていうの、エントリー向けの価格帯とサイズ感だと思うんですよね。まあ中身は結構エントリー向けじゃないですけどね。結構 S1H 食っちゃうようなレベルの性能が入ってるんで、すごいねっていうレベルだと思うんですけど、なんか位置づけが分かんない。分かりづらい。マーケット上の。うん。で、僕はあんまその他社のカメラ興味ないんで、まあ、キヤノンかルミックスしかあんまり情報追ってないんですよ。で、しかもキヤノンも、ほぼミラーレス追ってないんですよね、情報。うん。EF でいいやって思っちゃうし、一眼レフがいいやって思っちゃうから、うん。なんかあんまりそこ追ってないんですけど、だから、これ買っときゃ間違いないよっていうカメラが、なくないですかってちょっと思い始めてます、僕。別にソニーで映像撮るのも別にいいじゃんと思うし、ソニーで写真撮ってもいいじゃんと思うし、ニコンで映像も写真も別にいいんじゃないと思うし、キヤノンだって別にシネマカメラ作ってるメーカーですから R5C とかさ C70 とか、そういうね一眼とシネマ EOS と通常 EOS の間みたいなカメラも出してきてるしね。だからやっぱその中でルミックスの映像の能力っていうのはすごく高いとやっぱ僕は思うから、映像メーカーだよねって思われがちだと思うんですけど、要は体験を売ってるんだと思いますよ、ルミックスって。僕はですよ。キヤノンはやっぱこれまでずっとプロフェッショナルとずっとやってきてると思うんで、一般ユーザーにはキスがあるよねとか、YouTuber にはバリアングルする 90D があるよね 80D があるよねみたいな売り方してきてると思うんですけど、やっぱ5D とか 7D とかを使ってるユーザー、それから 1DX とか使ってるユーザーに対してとの距離感もあると思うから、それはそれだと思うんですよね。でニコンとかも多分そうだと思います。なんだけどルミックスは僕深く歴史まで知らないですけど、 GH4 買ったあたりからいろいろ見てきて、カメラとともにロマンを売ってるんだと思ってます、最近に関しては。そういう感じ。体験、写真体験、映像体験、カメラとともに歩むというロマンみたいな体験を売ってるんじゃないかなって思ってるんですよね。そうソニーはある意味でカメラを持つ体験っていうところを売ってると思いますよ。ガジェット的な扱いというか ZV-1 とか ZV-E10 とか割とコンシューマー向けの誰でも一眼みたいな、誰でもコンデジみたいなのを売り出すことで名を上げてって、かつ、ミラーレスに参入した時期が早すぎるので E マウントの歴史も長いですから、やっぱレンズの流通量も多いしね、中古で探しゃレンズいっぱい出てくると思うし、もうだって GM の第三元とかが2型が出始めてるわけですから、やっぱ歴史長いですよ。そこに太刀打ちしようとしてみんなおっつけ起こせっつってやってるんですけど、やっぱねミラーレスはソニー一強だと思います。そこはレンズマウントの歴史があるから。でキヤノンニコンっていうのは一眼レフ時代から、もっと遡ればフィルム時代からの一眼レフとかのノウハウっていうのがずっとある。それからプロとの多分意見交換とかヒアリングの結果の蓄積、技術蓄積とかがあってミラーレス展開してると思うし、キヤノンなんかはシネマカメラとかのノウハウとかも生かしてると思うしね。ソニーもシネマカメラ出してるわけですから、映像カメラいっぱい出してますから、そういう技術も取り合わせたりしてると思うんですけど、でルミックスはルミックスで、もちろんバリカムとかいっぱいありますからね、シネマカメラ。そういうのを生かしてると思うし、やっぱ液晶の綺麗さとかって多分他のメーカー使ってる人にも言われるんでね、液晶綺麗っすねみたいな、そういうところもね、やっぱあれなのかな、ビエラのやっぱノウハウとかやっぱあんのかな、そういうのを技術をやっぱ生かしてるのかなとかね。それでいてライカと協業関係にあるっていうところで写真文化とか映像文化、ひいては写真体験映像体験っていうところをより質の高いものとして提供したいっていう思いが強いんじゃないかなとは思ってます。だからわがままでいいんですよね。写真撮るとか映像撮るって仕事でやっちゃうとわがままになれないですけど、本来別に好きなもん撮っていきゃいいもんなんで、それを売ってんじゃないかなとはね、個人的には、今回改めてじっくり触る機会をいただけて、自分が使うケースで全部ではないけど、業務ではまだ扱えてないですけど、使ってみてそういう違いがあるんじゃない？だから結果適材適所よねっていう。うん。だからそれぞれ、正解なんてその人にしかないなっていう。これ当たり前なんですけどね。だから多分そのメーカー論争ってやっぱ一番くだらないんだと思います。うん。センサーサイズ論争とかはやっぱあると思う。でも論争自体がくだらないかなと感じる。だってデジタルの時代フィルム変えられないんだから、センサー変えられないわけなんだから、絵作りで選ぶのが多分割と描写にこだわってる人はスムーズな考え方だと思うし、もちろん操作性ってすごく大事だし、使いやすいっていうのは道具においてはすごく重要な条件だと思うしね。だからカメラの選び方とか道具の選び方ってやっぱ人によって違うし、だからそのメーカー論争とかセンサーサイズ論争って実は結構不毛な気はしてるっていうね。それ自体は楽しいんだけどね。うん。ああ、そんないいとこあるんだと。まあ、ポジティブに議論できるんだったらすごくいいから。ネガティブに議論するんだったら、まあ、すごく不毛かなっていう。だってできないことはあるじゃん。やっぱ。野球のバットでもそうなんですけど、どこに重心が置かれてるかによって、操作のしやすさって違うんですよ。トップバランスとかカウンターバランスとかミドルバランスとか、その、バットが持ってる重心がどこに置かれてるかによって、やっぱそのバットを振るって遠心力が効くものですから、働くものですから、どこに重心があるかによってね、そのヘッドが出てくる速度にも影響してくるし、バットコントロールのしやすさみたいなとこにも影響してくるんですよ。だから、何が何でもトップバランスが正義なんだとかね、何が何でもカウンターバランスが正義だよとか、そんなんないんですよ。扱う人がどれが自分にとって適してるかを選択するだけであって、どれがいいんだっていうことはない。だからそのこれ持っときゃ間違いないよっていうカメラが見当たらないよねみたいな話をさっきしたんですけど、逆にこんぐらいとんがってくれてるからこそカメラ単体で個性が出る時代なんじゃないのっていう意味ではすごく面白い時代なんじゃないのっていう感じしましたね。はい。だからミックスユーザーの皆さんって特にその割とマイノリティであるところをネガティブに考えてらっしゃる方もいればポジティブに考えてらっしゃる方もいて、それが少しこう何て言うのかな、凶暴な愛みたいなところが突出してしまう瞬間ってあると思うんですけど、別に毅然と振る舞えばいいんじゃねって思うところもありね。うん。僕は割とこう主観と客観を繰り返しながら自分にどんな機材が適切なんだろうっていうのはまだまだこう発展途上の身なんで、はい、もうシステムは組み上げましたっていうような人間ではなくて、まだまだアップデートしたいし、資金が許すならどんどんアップデートをしていきたい、機材のシステムに関してもねって思ってるんで、まあ、カメラを選ぶとか、まあ、レンズを選ぶとかそういうところに関してはまあ必要にして十分なものは持っておきたいし、でもなんかその何でもかんでも買ってしまえっていうタイプでもないし、必要なもんがあればそれでいい。でも必要なもんがどうしても適材適所で選んでいくと写真も扱うし、映像も扱うから、なんかどうしてもミニマルにはならないっていう、難しいですよね。はい、まあ、そんなことでまあ1時間喋ってましたね。いや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 、皆さんいかがでございましたでしょうかね。今日はね、まあその昨日出す予定だったはずの動画をさっき出して、それをまあ解説する動画と、そしてまあ S1 を今ちょっとお借りして使ってるんでっていうところで、まあ、自分のそのシステム上どうだろうっていうねお話をしていったわけですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ僕はやっぱキャノンも好きだし、ルミックスも好きですよ。うん。どっちがどっちっていうことですよ、結局。その、使うケースによってどっちが適してるのっていうのは別に選んでっていいんじゃないのっていうね。うん。ことなんじゃないかなと、思いましたんでね。そんなお話をしておこうかなと。またちょっと改めてこう S1 とかね、今お借りしている機材に関してもうちょっと一応お借りする期間はいただけているので、まあ、可能な限り自分のこう可能性が許す限りいろんなところに持ち出して、業務にもねある程度その両方持っていかないとまずいですけど、ちゃんと S1 も使ってみてどれぐらいこう効果があるのか、さっきの自分の読みが外れるかもしれないしね、ぶどまりが少し下がりそうな気がするっていう読みも外れるかもしれないんで、まあそれはちょっとあくまでそんな気がするで喋ってしまってるから、今は実際どうだったかっていうねことも試せたらいいなと思ってるんですけどね。まあそんな感じでございました。はい、ということで本日もカメラ上お付き合いありがとうございました。プレミア公開でリアルタイムでご覧いただいている皆様ありがとうございます。コメントくださいまして、多分いただけてるであろうという想定のもとありがとうございますと言っておりますよ。はい、それからね、リアタイで見てらっしゃらない方もね、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、また次回のねカメラジも、21時プレミア公開して皆さんとコメントを取り交わしながらお話をしていきたいなと思っておりますので、是非また来週もお付き合いくださいということで、また次回お会いしましょう。熊澤でした。